はい、粘着剤には大きく分けて3種類があり、それぞれ以下のような特徴がありますということで、粘着剤、一般粘着剤ですね。薬液の漏れ性、付着性、確定性、懸垂性などを強化し、薬液を均一に付着させます。はい、これを1番とします。2番、機能性粘着剤。はい、薬液の浸透性、浸達性などを強化し、薬液を植物細胞に入りやすくさせますと。これ2番と。次、固着剤。はい、3番ですね。薬液の付着性、固着性などを強化し、薬剤を植物細胞に固着させ、耐雨性ですね、を向上させたりしますと。まあ、露地とか、はい、雨が降っても薬剤が残るという形でしょうか。はい、皆さんこんにちは、シャタヨシタです。今ですね、農家の店シンシンに来ております。私個人的にですね、粘着剤について大きく分けて3つあるということなので、どんなものがあるのか確認していきたいと思いますんで、はい、行ってきます。こちらの草リノは見てください、除草剤専用の粘着剤ですとありますね。マクピカ、こちらは私が使ったやつですね、シリコン系粘着剤。表面張力を下げ、漏れ性、湿点性を大幅に改善しますと。はい、アプローチ BI は、薬液を均一に付着浸透とありますね。付着浸透性。アグラ、これは一般的な粘着剤っぽいですね。ほとんどの農薬に混用でき優れた効果。こちらのグラミン S、 泡が出ないと。調合散布が楽になりますと。シンダイン、こちらも書いてありますね、一般的な粘着剤ですと。はい、スカッシュ使ってる方も多いのかと思いますね。ここですね、ダニの鬼門閉塞、菌の養分吸収を阻害すると。はい、ミックスパワー、こちら優れた浸達性ですね、薬剤の均一付着。はい、私の独断で分けてみました。これが一般的な、この2つですね、シンダイン、アグラ、一般的な粘着剤。こちらミックスパワーとアプローチ、これが浸透浸達粘着剤、機能粘着剤ってやつですね。でこちらが固着型、はい、スカッシュ。まあそれはあのダニの肝閉塞とかから私はそう思いました。どうだったでしょうか。粘着剤も種類によって使い分けたいですよね。はい、もしかしたら選び方間違えると農薬の効果を落としてしまう可能性もあるかもしれませんで、慎重に使っていきたいと思います。楽しい農業ですんで、使い方は間違えたくないですもんね。前回クイズの回答はウイルス切断株、泥で切断部分を袋、それから 上の切った部分は袋に詰めて中で害虫を殺すという対応を行いました。はい、そして今回のクイズは粘着剤は大きく分けて何個に分類されるかをご回答ください。以上、シャダヨシタでお送りしました。じゃあまた。